精一杯の抵抗をしてますね。じゃあいつも通り解除していきましょうか。これは何でしょう、キャラクターにとっては宇宙人的な存在なんですかね、侵略者的な。じゃ、解除されましたんで、この下戻ったところはなんかあるのかな、あるかな。なさそうですね。まあ落下死で元に戻ったという感じですけど。さ、じゃあですね、こっち行けるのかな、なんか。まあ普通にこの上に行くんでしょうね。お、妖精が道案内してくれてますね。結局これどん、語彙力がないな。あー、そこから入るんでしょうけど、どうやって入るのかな、から行くのかな。壁沿いで行きそうですね。なんとか目的を達成しましたね。この地下に戻ってこなくてもいいようになりました。あと一つで全部解除ですか。落ちていきましたね。おそらくもう地上に出ればいいんでしょうね。新しい道を示してくれるんでしょうか。表に出てきました。地図を見て、真ん中に来てくれと言わんばかりですね。こっちは景観ポイントで、こっち側になんかありましたね。ありましたというか、いけないか。お、来ましたね。やられちゃった。ま、結構戻された感が否めないですね。じゃあ、真ん中に。今度は簡単に行けるのかな？危ない危ない。やられちゃうやられちゃう。
やられちゃった。なんかやられるんでしょ。ね、内心こっち側行きたいですから、もしかして2か、あ、2体いる。あ、これか、ここから登っていけるんですかね。これで、ゲージが一つ増えましたね。よかった。じゃあこれでセーブがされたということで。登れんかったなぁ。これ4回目でしょうかね。3回目だかわからないですけど。じゃあもう心残りは、でもね、やっぱさっき横がもう一つ見えたんで。そうそう、ここの、ところですね。ここはこっから登れと言わんばかりですね。ここから降りていくんでしょう。あ、危ない危ない。来ましたね。来ましたねって言ってもねーって感じですけど。ここなんかあるのかな？あ、両方いけるんですね。まあ、たったそれだけって感じもしますけど。やれられちゃいました、また。これで5度目でしょうか。最大の難所は。行方不明になるということ。ああ、2匹も来ましたね。もうこっちまで来たら大丈夫でしょう。ああ、落ちちゃった。回復のみ。そう、じゃあここは何でしょう。巨大装置でしょうか。これ主人公死ぬんじゃないか。ああ、助かるんですね。今この管を通ってますよっていう表現されてますけど。びっくりした、敵かと思いました。
あ、久しぶりのおじいちゃんですね。2箇所あるよって言ってるんでしょうかね。ああ、そういうことですね、やっぱり。じゃあ、従っていきましょうかと思いましたけど、ちょっと気になるもんがあるので。ここかな？気になるもん。ここはダメか。こっちは大丈夫なんですかね。ああ、やっぱりここに、この蝶々がいたんですね。あとは、壊れたロボを探しに行きましょう。ああ、なるほど。毒毒がなくなったから、いけますよっていう暗示ですね。暗示なのかわからんけこのキャラ相手したいわけじゃないんですよね。こっから？ あれセーブしてなかったっけ？最後まで動画を見てくれてありがとうございます。このチャンネルでは DM 実況動画をまったり配信していきますので、次の動画も楽しみにしていてください。よろしければチャンネル登録、高評価も押していただけると動画作りの励みになりますので、よろしくお願いします。ではそれでは。